先月2日、熊本市北区植木町の資材置き場で軽乗用車の後部座席から山ヶ市の河辺さとみさんの遺体が見つかり、警察は殺人の疑いで山ヶ市下吉田の小売業を園村刑事容疑者を逮捕・送検しています。事件をめぐっては河辺さんの自宅の玄関に争ったような跡があったことが分かっていますが、 新たに玄関からその村容疑者が準備したとみられる催涙スプレーが見つかっていたことも警察への取材で分かりました警察は計画的な犯行の可能性もあるとみて捜査を進めていますその村容疑者は警察の調べに対し首は絞めたが殺すつもりはなかったと容疑を否認しています